沖縄に動画で伝える求人サイトが誕生。その名はプロジェクト。気になる企業を動画でチェック。今すぐプロジェクトで検索。マトバ TV レディオ。はい、皆さんこんにちは。今回も始まっております、うちなんちょをつなぐマトバ TV レディオ。本日は第33回目になります。マトバ TV プロデューサーの佐久間健太郎です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。アシスタントですめんです。はい、お願いします。ですね、今日小ネタ考えてきたっていうか、さっき考えてたんですけど、はい、小ネタ考えるときいつも僕携帯でメモるんですよ。携帯でね。はい、で、ある日突然ですね、仕事も結構携帯でメモることが多いんですけど、はいはい、不思議なメモを見つけてこれなんだろうって思って気になる。俺2ヶ月ぐらいちょっと悩んでるメモがあって、はい、でその不思議なメモが、月トウモロコシ3000トン、 全体の50100タイ米って書いてあるわけ。意味が分からなくて、何だと思う。 何それ分かんない。なんで俺トウモロコシが3000トンとか50種類100種類のタイ米って書いてあるんだろうと思って。もうついに派遣業を辞めて、そういう穀物の卸を始めようと思ったんじゃないですか。めっちゃ不思議。で、まあ、あと職業柄いろんなことをするんですけれども、はい、職業病って佐久間さんある？僕はありますよ、もちろん。まあ、例えば YouTube とか見てても、うん、あ、この撮り方超いいなと思って今度バークローって思ってるし、うん、やっぱ、ね、うん、映画とか見ててもこれどんなに撮ってるんだろうっていうのもすごい感じるし、うん、まあ、デザインも仕事としてやるので、デザイン見た時もこことここの文字の間もう少し冷たいなみたいな、なんかちょっとオタクみたいな。細かいね。でも分かる分かる、突き詰めたらそうなるよね。はい、のがあります、ね、だ僕 の、 職業病なんですよ。俺ね、実は回転寿司が食べられなくて。なんで回転寿司、なんで人材派遣と回転寿司ってどう関係あるんですか。それでしょ、はい、回転寿司って値札がブワーって書かれてるじゃん、はいはい、ネタと値段がありますね。その時 の、 ね、ネタの値段が人材派遣の単価と似てるの。へえ。例えばイカ120円とかだったら、そうそう、だから仕事によって単価とかも一応変わってくる、はい、変わりますね、利益率とか、はい、それが数字がめっちゃ似てて、この一貫食べたら俺この仕事のこの単価ダメなのかとか、食べちゃうのかとか、数秒で終わっちゃうのかっていう、その域まで達するといよいよな感じが出てますね。逆に値段が入ってない寿司の方が食べやすい、はい、あ、じゃあ今度連れてってもらおう、石橋さん。じゃあ今度値段が入ってます。だオードブルとか、はい、ちょっと下げた。でもそんな感じよ。今度連れてってもらおう、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、でこの番組の提供は沖縄の人材派遣なら株式会社ユネプロ、沖縄の動画求人ウェブサイトプロジェクト、企業個人のブランディングを動画とデザインでサポート、またはクリエイト沖縄の提供でお送りします。はい、なんと素敵な女性のゲストさんが来てくれております。石見さん、はい、で今回のゲストさんは元警察官であります多久島夏子さんに来てもらいました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、多久島さん来てもらいましたけど、はい、なんかちょっと軽く自己紹介を一言でお願いしてもいいですか。はい、多久島夏子と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。多久島さんですね、まあ、元検察官として働かれてたっていうところで、まあ、後々今どういう活動してるのか、これからどんな活動していくのかっていうのをちょっとお聞きしていくんですけど、はい、検察官の中でどの部署にいたとか、どんなことしてたのかっていうのをいいですか、聞いても。はい、私はもともと白バイに乗りたいがために警察官になったので、はい、白バイに乗って、あとはやっぱその流れで交通課だとか、はい、地域課だとか、はい、じゃ白バイ、じゃあ白バイ隊員として入ったってことですか。なってから、はい、希望して交通機動隊に。希望選べるんですね。希望できるんですけど、通るか通らないかは、まあ、その年だとか、はい、とかによって、はい、まあ、通らない人の方が多いみたいに言われるんですけど、絶対厳しい世界ですよね、白バイってそうですね。これ白バイって、はい、大体大きさって何 cc ぐらいなんですか。私の時は路上走ってるのが1200と800です。今はもうどうかわからないんですけど、なんか一回ね、俺現地乗ってる時に捕
まったことがあって。私も捕まったことあります。確かに。そうなんだ。なる前となってからと。なってからも捕まった。それ何したんですか。2回とも中先でなんですけど、はい、1回は速度、1回は踏切停止。はい、ああ、一時停止意外に守らないんですよ。ごめんなさい。そう、沖縄では踏切ないですからね。ないですもんね。はい、そっか、そういうのがあるのか。じゃあ、タクシマさんをもっと知りたいなと思いますので、今日僕らこういうのをご用意してきております。タクシマさんをもっと知りたい、一問一答のコーナー。はい、ありがとうございます。というわけでですね、今回ですね、このタクシマさんにまつわるちょっと答えやすい質問いくつかご用意してきましたので、それを一問一答形式で質問させてもらえたらなと思います。はい、じゃあいきます。タクシマさんへの一問一答、よーい、スタート。はい、じゃあ出身は。長崎です。血液型は A 型です。特技は。運転、運動。はい、あだ名はありますか。そのままですね、名前のまま。美しさを保つ秘訣は。あまり意識はしないんですけど、はい、やっぱ考え方とか、はい、もう母親だからいいとかじゃなくて、はい、やっぱり女性として生まれてきたからには、うんうん、そこの美意識は常に持っていた方がいいっていうのはあります。はい、じゃあ好きな食べ物。お肉。じゃあバイクと車どちらが好きですか。バイクが好きです。はい、今一番何が欲しいですか。今物欲はないです、満たされているので。あ、わかりました。じゃあよく使う SNS は。SNS、以前はフェイス。はい、これね、一応ね、ありがとうございます。今ね、時間があるんですね。そうそう、あるんですけど、ちょっとね、まだ聞きたいことがちょいちょいあるので、これ続けていいですか。はい、じゃあですね、まず最初にですね、お聞きしていきたいっていうのが、美しさを保つというか、その体鍛えてますっていうお話がちょっとあったんですけど、はいはい、その体鍛えてるっていうのは、はい、なんかその何か出るためとかってあるんですか。もともとはただなんか私すごい食べるんですけど、はい、全然太らない体質で、うんうんうん、ダイエットとかじゃなくて、はい、なんかお腹を割っていたいとか。お腹を割ってたみたい。割っていた。シックスパックってことですか。シックスまではならないんだけど、この真ん中に線が。ああ、はいはいはい。アスリート的な体で痛いっていうのがあって、うんうんうん、でずっと筋トレしてジムにも通ってるんですけど。はい、すごいですね。なんかそうすると、やっぱり この大会に出ない、あの大会に出ないっていう話が来るので、はい、去年1回沖縄のローカルなものに出たときに、はい、一応優勝する優勝機会をいただいて。すごもう今年はベストボディジャパンに出ようと。おー、これベストボディジャパンっていうのは、これ全国規模の大会。そうですね、各都道府県かわからないんですけど、うんうん、何県かでやってて、今年初めて全国でやるって話もちらっと聞いて、はい、長崎の大会が5月にあるので、ほうほうほう、まずはそこに出ようかな。それ順調に勝ち進んでいけば、もう全国一のベストボディに選ばれるっていうところですよね。長崎大会で入賞して全国大会に行けばの話、はい、すごいですね。沖縄で優勝できてるんだったら、なんかでもこれはまた別の大会なんで、はい、あ、そうそうそう、はい、別の大会か。すごい。石嶺さん、はい、体鍛えてますか。いや、逆に僕お腹出てるんで。はい、そこはちょっと俺もシックスパック目指したいかな。まあ、僕も全然やってないんですけど、トレーニングとか、うん、てかむしろだんだんその痩せ細っていっちゃうみたいな。ちょっとね、食事が今ちょっと偏ってるんですよ。うん、昨日とか振り返ってみたら、うん、30円のタコせんべい、わかります。わかる。駄菓子の、うん、タコせんべい5枚と菓子パン、うん、ファミマで売ってる菓子パン2つしか食ってなくて、朝と晩を過ごすっていう。結構ね、なんかその不健康な生活をしちゃってて今。持たない。そう。そう、それいかんですよね。タクシマさん、それは。もったいない。
生きてる間で食事する回数って限られてるじゃないですか、はい、ああそうですね。なんかその一回一回の食事を大事にしてほしいな。私食べるのもすごい好きなんで、はい、美味しいの食べてる時ってすごい幸せじゃないですか。うん、韓国によく行かれるってことで、はい、やっぱ韓国料理は好きなんですか。すごい好きです。なんかそうですね、焼肉食べるがために行く、はい、かっこいい。はい、年にどれくらい行かれるんですか。年に 4、5回。 4、5回、4回くらい。あ、1回の滞在ってどれくらい。もうその時によるんですけど、1泊だったり3泊だったり。すごい、弾丸でも行くんですか。弾丸でも行きます。24時間入れなくても行っておきます。マジっすか。へすごいですね。これやっぱちっちゃい時からもう韓国は行かれてるんですか。そうですね、父の仕事の関係で。じゃあもう韓国語はもう堪能で。日常会話程度であれ、はい、韓国に向けて YouTube とか動画を発信したいっていうご相談だったんですよ。ほうで、ほうマジっすかマジっすかって言って、それ僕もお話聞いたんですけど、はい、それじゃあ滝島さん、なんか動画も興味あるんですよね。はい、で発信し始めてます。あ、もうすでにしてるっていう、はいはい、韓国バージョンで、はい、あ、じゃあ韓国語喋れるから、はい、あれですか、その韓国語をちょっと話しながら、はい、なんかそのハングルで、はい、まずは沖縄の紹介からしていこうかなと思って。うーん、じゃあ今後はあれですか、竹島さん YouTuber デビューもして、はい、してるのか。はい、なんか無理やり言わせてくれない。大丈夫。いや大丈夫ですか、大丈夫ですか、はい、で一応ね、さ、タクシーさんがいろいろ教えてもらったんですよ、はい、韓国の何が今流行ってるんですかと、あの動画って何があるんですかっていうのが、はいはい、なんかね、一応さん、あのアフリカ TV ってご存知ですか。ごめん、わかんない。僕も初めて聞いたんですよ。アフリカってあのアフリカですか。なんか意味があるんですか。そこまでわからないんですけど、はい、日本でいう YouTube 的な、うんうん、そういうのが韓国で、韓国でメジャーなのがこのアフリカ TV。 メジャーなんですか、うん、韓国の。みんなこれ見てます。へー、で僕調べたんですよ、はい、アフリカ TV ってなんだろうって、はいはい、一応ね、あの本当に YouTube の韓国で入ってる YouTube みたいなやつなんですけど、アプリサイト、サイトです。一応 YouTube は韓国からでも見れるんですけど、今そのアフリカ TV っていうのがあの流行ってて、でそれ面白いのが、この人面白いと思ったらなんか課金できるんですよ。なんかそのなんかこっちで言ういいねみたいなのを押したら、うん、その人にいくらか入るみたいな。あ、そう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 、これで生活してる人もいっぱいいるみたいです。本当にまさしく YouTuber の韓国版みたいなやつですよ、はいはい、いやー、さくもちゃんそこに移った方がよくない。そう、そこに移りたい。投げ銭投げ銭、はい、だから あのあれなんですよ、この前竹島さんと、うん、あのこのラジオ外でお話しさせてもらった時に、うん、なんか、あ、すごいそういうのあるんですねって言って、あのじゃあ僕が持ってる動画の技術と、そのいろいろ今までまとば TV で培ってきたことと、その竹島さん その韓国へ その情熱とか、その言葉を話せるところで一緒になんかコラボできたらなっていうのを今晩お話しさせてもらったんですよ、はい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 、でぜひちょっと一緒にやりませんかっていう、はい、よろしくお願いします。やりましょうよ、はい、あ、やった、はい、その時ちょっと石見さん、じゃあ俺カメラマンで入るわ。カメラマン来てもらっていいですか。はい、ぜひ、はい、はい、よろしくお願いします。だから竹島さんはあれなんですってね、まあ、韓国こういろいろ行かれてる中でもう通訳するぐらいのレベルに達してるっていう、なんか依頼があったりするんですか。依頼受けて、はい、はそうですね、で一緒に韓国に行って行って、その案内したりとか、はい、あとアテンドとかのお願いとかもよくいただいて。じゃあもうだいぶ韓国通じゃないですか。そうですね、一回連れて行くと、はい、その方もすごい気に入って、うんうん、喜んで、また行きたい、また行きたいってなって、はい、連れてってってなるんで。おー、で、日本と韓国のこの交通ルールの違いって何かあるんですか。はい、やっぱ右と左の違いと根本的に違うんですね、ごめんなさい。あと、あっち、韓国に限らずなんですけど、はい、荒いですね、アジア圏。あ、運転がですか、はい、これはスピードとか、日本がなんていうかな、礼儀正しすぎるのかなってぐらい
なんかこのアジア圏の運転すごい荒いですね。スレスレで、歩行者のスレスレとかも平気で通るし、はい、怖いですね。僕唯一行ったことあるのが台湾なんですけど、向こうもすごいじゃないですか、はいはい、あの僕何回も引かれそうになったんですけど、なんかボケっとする方が悪いって言われたんですけど、はいはい、でも韓国もあれに近い感じはやっぱりあるんです。そう、でも韓国と比べたら台湾の方が危ない。そうなんだ。警察官を卒業されて、はい、なんかどういったお仕事に携わってたのかなっていうのは。去年の1年間は、はい、もうそのやってきた職を生かそうと思って、非行の子だったり、はい、不良行為だとかそういった問題行動に悩んでる保護者の方向けに、うんうんうん、悩み相談だとか、はい、カウンセルだとかやってきたんですけど、聖書をね、して、という部門で。でもまた、そういう活動をしてる中で、いろんなお話をいただいたりして、はい、今自分が力入れていきたいなっていうのが、その、はい、韓国のエンタメ業界。あ、進出。ものすごいぶっ飛びます。すごいと思います。この韓国へ の、まあ、そのエンタメ業界進出というところだったりとか、まあ、これまでの、まあ、警察官でのされてたことの実績だったりとか、まあ、いろいろ話を聞かせていただいたんですけれども、はい、竹島さんの今後の夢とか目標って何かありますか？はい、私は人 の、 その子供の育児だとかで悩まれてる方のお話をちょっと聞いてきたんですけど、はい、やっぱ育児で悩むっていうのは子供だけじゃなくて、うんうん、親自身が自分の魅力だとか可能性とか、うん、本来持ってる潜在的な部分能力だったりとか、うん、そういうところをもっともっと引き出していきたいというのが私の中にあって、はい、今そういう講座も持ってるんですけど、うんうん、自分が本来持ってる力とか能力を出すってことをみんなが意識すれば、うんうん、もっといい世の中が作れるし、はい、そういう大人を増やすことで子供たちにも夢とか希望とか与えられるようになるっていうところと、うんうん、今すごい日韓の関係が悪い、はい、悪くなってきてるんですけど、そういうところの橋渡し的な、はい、親善大使みたいな、そういうなんか緩和させる、はい、存在として、はい、韓国に進出していこうと、お、あ、今思ってるところです。そうか、それはエンタメ業界を入り口としてそういったあの、まあ、親善大使的なことも務められるとなんかいいなっていう思いもあるんですね、はい、おー、すごいですね。今回のゲストさんは元警察官であります竹島夏子さんに来ていただきました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。この番組の提供は沖縄の人材派遣なら株式会社ミネプロ、沖縄の動画求人ウェブサイトプロジェット、企業個人のブランディングを動画とデザインでサポート、マトバクリエイト沖縄の提供でお送りいたします。マトバ TV YouTube チャンネルでは過去の放送分も楽しみいただけます。チャンネル登録高評価をぜひよろしくお願いいたします。というわけでいつものやつで締めたいと思います。竹島さん、マットバイバイってやつがあるので、マットバイバイ、はい、あのこっちに向かってマットバイバイでお願いしますか、はい、はい、ではまた次回も YouTube でお会いしましょうということでいきます。せーの、マットバイバイ。マトバ TV Radio!